はい、こんにちは、みはなです、えー。いつもありがとうございます、えー。今日のテーマはですね、リズム、リアクションの練習方法というお話をさせていただきます、えー。ここのところずっとですね、コーディネーショントレーニングというもののお話をしているんですが、えー、コーディネーショントレーニングって何なのかって話を少し、えー、しますね、えー。まあ、バスケットボールっていうのは状況判断がとっても大事なスポーツであると。 いうことが大前提なんですね、えー。特徴としては、混ざるスポーツ、そして切り替わるスポーツと。 いいう,うに言われています、えー、混ざるっていうのは人があのー、コートの中でぐちゃぐちゃっと混ざるわけですね、えー。バレーボールのようにネットで区切られているわけでもないですし、えー、野球のように攻守、えー、がはっきり分かれているわけでもないと。ねえー、敵と味方がぐちゃぐちゃっとこう混ざるというところがまず一つの特徴ですね。でもう一つの特徴は攻守の切り替えが激しいと。オフェンスやってたらすぐディフェンス。 ディフェンスやってたらすぐオフェンスという風に攻守の切り替えっていうのが非常に頻繁に起こるまあサッカーとかラグビーとかに似てるスポーツなわけですねうんなのでバスケットボールっていうのはこの混ざる切り替わるというこの特徴ここを鍛えたら、えー、強くなりますよということになります で、個人の技術、まあ、例えばドリブルだったり、シュートだったり、パスだったり、いろいろあるわけですが、実はそれはですね、技術練習をするだけではうまくならないわけですね。えー、形だけをこう、体で覚えても、えー、人が、 混ざるそして攻守の切り替えの激しいバスケットボールのコートの上ではやっぱり状況判断というものがとっても大事になってくるということで技術練習だけではうまくなるわけじゃなくてその技術をですね発揮する練習っていうのが別に必要になるということですねでその技術を発揮するための練習のことをコーディネーショントレーニングというというお話になります まあ、いわゆる運動神経を鍛えるための、えー、遊びの要素を含んだトレーニングのことをコーディネーショントレーニングっていうわけですが、えー、まあ、自分の体を思い通りに動かすための練習というふうに思ってください。で、コーディネーショントレーニングをやると、えー、いいことっていうのはメリットはまあ、大きく分けて3つありまして、まあ、1つはね、今言ったように、あの、試合で技術が発揮できるようになると。 そういうういい判断力が高まるということこですよね。それから新しい技術を身につける上達するのも早くなるということに加えて、えー、体が自由に動かせるので怪我が減るということでうまくなりやすくて試合で活躍しやすくて怪我が減るというこの3つの、ね、こんなにいいことのあるコーディネーショントレーニングはぜひ、まあ、取り組んだ方がいいというお話なんですね。 はいでコーディネーショントレーニングを構成する要素は全部で7つあるわけですが今日はそのね下から2番目のリアクション反応ということとリズムというこの2つについて具体的にこんな練習すると身につきますよというそんなお話をしていきます。 はい、では、ここからが本題になりますが、まずですね、リズムを身につけるための練習。これはですね、えー、と両手でドリブルをする練習があのよくやられてますね。えーまあ、普通はボール1人1個持つんですけれども、1人で2つ持ってね、右手と左手で両方こうドリブルをつくというやり方ですね。えーまあ、最初は同じリズムでドン、どん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 と、右手も左手も同じリズムでついていくと。まあ、これが一番簡単ですで。これができるようになってきたら、今度は左右にですね、 えー、互い違いにどのどのどのリズムをこう変えて、えー、そんな風にやっていくということをしたりあとはね、えー、とこれはディファレンシングっていうちょっとあの強弱のところになってきますけども片方は高くついて片方は低くつくとかねそういうふうに、えー、と左右で力の、あのー、バランスを変えてみるとか、まあ、そんなことをやって。 で、だんだん負荷をかけるんだったら、この両手のドリブルをチェンジしてみたりとかね、まあ、いろんなやり方あると思うので、まあ、両手でドリブルをして、リズムを整えてみる、それからリズムをあえて変えていくというようなこと、こんなことはですね、えー、やってみるといいと思います。 はい、それともう1個はですね、えー、とミラードリブルですね。まあ、これはボールを1人1個でも1人2個でもいいんですけどもとにかく2人組になってミラーっていうのは鏡ですね。私とあなたが鏡のようになっているという状態で1人が自由にドリブルをつきます。 でもう1人はそのドリブルを鏡のように真似をするっていうことですよね。うん、そんな風にしていくと、今度は、ね、相手のリズムにこう合わせていくっていうそういう練習になりますので、えーまあ、自分が、ね、思っていると違ったリズムでもそれに合わせていかない。鏡なんでね。そんな風にするとそのリズムをあえて崩すとかっていうことにもなりますしそれから、えー、とこの後い、ね、あと言うリアクション。 相手に対してこう反応していくっていうような練習にもなりますからこの2人組で真似をさせるというこのミラードリブルこんなのもいいかもしれませんね。はい、ということで、えー、まあ主にリズムをえ整えるための練習としてまたはリズムをこう崩す、まあ、要するに自分の、ねえー、思った通りのリズムを刻めるような練習としては2ーボールドリブルそれからミラードリブル、まあ、こんな練習がいいんじゃないかなという,ふうに思います。 はい、それとですね、今度は反応、リアクションですね。えー、今のミラードリブルと少し似てますが、えー、今度はね、対人パス、これをやりましょう、えーと。2人でボールを持っていて、お互いにボールを持っているんですね。普通こう、対面のパス、キャッチボールのパスっていうのは、1個のボールを2人でこう往復してやり取りするというのが普通だと思うんですけど、これ、あえて2つ持つというふうにしますね。自分も相手も持っているとで。せーので、同時にパスをするんですね。 せーので同時にパスをする。この時に、ボールをですね、1人はチェストパス。空中のまっすぐのパス。もう1人はバウンドパスというふうに決めるんですね。そうするとボールぶつかりませんから、ずっとこうあのパスが行き来しますよね。同時にせーのドンで、チェストパスとバウンドパスを投げるというふうにするんですね。そうすると、相,のの相手と同時に投げることができると。これに対して、 慣れてきたらですね、これをチェンジするんですね。チェンジっていうのは、えー、とコーチの方が途中でチェンジって言ったら、チェストとバウンド入れ替えるというような形。こんな風にするとですね、これ結構ね、あのー、何ていうかな、楽しいんですね。あの、すごく子供たち盛り上がる練習です。えー、チェス一人はずっとチェストパス、一人はずっとバウンドパス。で、突然、コーチが思いつきでチェンジって言ってあげると、急にそれを突然反応しなきゃいけないなというような形。 だったりすするんですねそれとですね、えー、ともう一個のやり方は、一、えー、人はどっち投げてもいいよと、ね。一人はチェストパス投げてもいいし、バウンドパス出してもいい。でそしたら、反対の人はその逆を必ず投げなさいっていうふうにすると、まあ、これはチェスあのー、リアクションの練習になりますね。ちょうどジャンケンの後出しのような感じで、えー、チェストパスかバウンドパスかどっちか来るとで。来た方の反対を返すというような、こんなこともやってみると、えー、リアクションの練習になります。 はい、で最後ですね、リアクションドライブと、まあこれ、リアクションドライブって名前は私が勝手につけたんですけども、まあ2人組でフリースローラインに立ったとしてください。で、えっ、ー、と、オフェンス役の人とディフェンス役の人がい,るいます。うん。で、ディフェンス役の人はダミーなんですが、パスをポーンとこう投げてあげるんですね。で、それをフオフェンス役の人はミートしてしボールをキャッチした瞬間に、どちらか右手か左手がこう上げるんですね。ディフェンス役の人は。で、手を上げたところに、 ドライブをする。要するに右手が上がったら右側をドライブしていく。左手が上がったら左側をドライブしていく。それをボールをこうキャッチした瞬間に反応するっていう風にするんですね。うん、これだけでもですね、かなり、あのー、頭の中のこう刺激が入るので、ただただね、えー、形だけでドリブルシュートとかやるよりは、すごくコーディネーション要素が高くなります。パスをこうポーンと上げてあげて、ダミーディフェンスの人がボールキャッチした瞬間に手を上げてあげる。どっちか手を上げてあげる。 どっちか手上げてあげた方にドライブをするっていうふうにすると、すごくね、コーディネーション要素が高まります。で、右か左かの2択に対して、この慣れてきたら、両手を上げない、どっちも上げないというようなこともできますね。両手が下がってたらジャンプシュート。右手上げてたら右にドライブ。左上げてたら左にドライブだよっていうようなことでやっていくとですね、あのー、コーディネーションのそのリアクションっていうところに。 え、入ってくるのかなというふうに思いますので、まあ、こんなね、練習、えー、やってみたらいかがでしょうかというお話ですね。えー、まあ簡単におさらいすると、リズムのための2ボールドリブル、それからミラードリブル、これおすすめですよと。いうそれから反応、リアクションのためには2ボールパス、それからリアクションドライブ。まあ、こんなところでですね、えー、ちょっとね、あのウォーミングアップで、本当に2、3分とかでも効果あると思うので、えー、やってみたらいかがかなという、そんなお話ですね。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、今日はね、あのー、コーディネーショントレーニングの ちょうどね、えー、反応、それからリズムというところをお話ししましたが、次回はこのね、えー、ピラミッドで言うとね、えー、一つ上のところの、えー、オリエンテイリングあの、場所をちゃんと把握する能力ですね、それからディファレンシング、えー、力の強弱をつける、まあ、こんな練習方法が、えー、あなたと一緒に考えられたらいいなというふうに思っています。ぜひね、明日の放送も聞いてください。はい、えー、ありがとうございました、えー。このチャンネルではですね、いつも、えー、バスケットボールの悩み解決になるようなお話をさせてもらって いますえー、と画面ばっかり見なくて済むようにですね、基本的には音だけで学べるように、音声中心でお届けしていますので、えー、忙しいあなたでもですね、何らか生活の一部で聞き流しをしていただけるといいなと思っています。えー、チャンネル登録をして、ぜひバスケの大学に入学をしてください。 えー、そして現在ですね、えーと、無料のメルマガ講座というものもやっています。こちらは指導者の方向けにですね、えー、共にチーム作りについて勉強するようなメールを私から送らせてもらうというような、えー、非常に好評のメルマガになってますので、えー、完全無料でやってますし、現在登録していただけると、えー、無料の、あのー、特典教材の方もプレゼントしてますので、えー、ぜひこの機会にご登録してください。はい、えー、最後までご視聴ありがとうございました。三原学部でした。それではまた。